積み立て NISA と NISA、50代ならどっちが得でしょうか、60代の場合はどうでしょうかっていう感じで聞かれてますね。あと、口座切り、開設から5年なんですけどとかですね、NISA についての切り替えの期間とかですね、まあ、こういったことを聞かれてるんですけども、まあですね、NISA についてはやっぱり売り替え非課税のその部分の枠の話なので、売り替えした時に関係してきますよね。やっぱり、売り替えというか買った時、売る時ですよね。売却した時に税金利益が入って、その税金というのが関係してくるので、まあ、基本的に僕がお勧めしているのは長期投資の場合だとですね、売り替えを何十年もしないんですよね。なので基本的にこの税金があんまり関係ないということで、NISA は僕が、話す、コンサルの中ではあんまり関係ないかなというところですね。で、家で A8 ネットで稼ぐ方法とかですね、